ニザール派は、イスラム教のシーア派、イスマイル派の分派。1094年、ファーティマ朝のカリフイコールイマームイをめぐって、イスマイル派は2敗に分裂したが、そのうちの一方がニザール派である。資料や、現在の報道、学術的調査でも単にイスマイル派として、ムスターリー派と一括して扱われることが多い。ニザール派は、 ハサニサバーフの指導するイラン方面のイスマイル派で支持を獲得。11世紀末から13世紀半ばまでシリア地方からホラーサーンに点在する城塞及びその周辺領域を保持し、イラン高原のアラムートに築城されたアラムート城塞を中心に独立政権を打ち立てた。時に敵対するセルジュー区長や十字軍の要人を暗殺するという。 手段を用いたことから暗殺教団の別称が生まれ、後に大魔球院などと結びつけられて伝説化した。13世紀半ばのモンゴル帝国軍の到来によって、ほとんどの城塞を失うが、広い地域に散在するコミュニティは存続し、現在では、インド、パキスタン、シリア、アフガニスタン、タジキスタン、ザンジバルなど、東アフリカ及び欧米に神道を要する。特に、 インドパキスタン方面のホージャー派のニザール派コミュニティ、およびアフガニスタン・タジキスタンのニザール派コミュニティの指導者、アーガーハーンは絶大な財力を背景に、同地域に社会的影響力を誇る。1095年、イスマイル派、第18代マーム、すなわち、ファーティマ朝第8代カリフ・アルムスタンス・イルビラーの没後。 イスマイル派はそのカリフイコールイマームイをめぐって二ュに分裂した。当初は兄ニザールが継承することとなっていたが、当時のファーティマ朝において、全権を握る最小悪イコールアフダルシャーハンシャーは、妹婿でニザールの弟、アフマドをアルムスターリー・ビルラーとして当局させた。ニザールはこれに反発してアレクサンドリアで反乱を起こした。 この時ニザールを支持した人々を、広大、ニザーリーやすなわちニザール派と呼ぶ。反乱自体は早期に鎮圧され、ニザールもカイロに遊兵された後、1098年までには、没してしまった。当時のイスマイール派は、本拠地エジプトにおけるファーティマ朝の彗星とは裏腹に、中央アジア、イラン、イエメン、シリアなどに強戦を伸ばしていた。 これら諸地域の大部分は分裂に際してファーティマ朝のムスターリー派を取ったがイランとイラク及びごく一部のシリアのイスマイル派はニザールのイマームイケーショーを支持した彼らはファーティマ朝及びカイロのダーワとの絶縁を選び独自のダーワを設立したこれをもってニザール派の成立とする11世紀以降サーマーン朝衰退後の中央アジアから イラン東部にかけて強制を伸ばしたイスマイル派は1070年頃にはダイラムからホラーサーンに至る地域で勢力を蓄えていたこの時期はセルジューク町の確立期にあたっておりスンナ派の正当性を強く主張するセルジューク町はイスファハーン近郊からセルジューク町の領域を指揮する場合アブドゥルマリクイブンアッターシュのイスマイル派に対する 圧力を強めつつあった。これに対しイスマイル派は1090年のハサニサッバーフによるダイラムのアラムート城塞ダッシュを皮切りに各地で公然とセルジューク町に対する反抗を開始し、セルジューク町もイスマイル派各拠点の包囲など大規模な鎮圧に乗り出していた。しかし、セルジューク長は1092年に最小にザーム・アルムルクが暗殺され、 さらに、スルタンマリクシャーが没すると、内乱状態に陥ってしまう。イスマーイール派はこれに乗じて、イラン各地の山岳城塞などを攻略し、確固たる地方を築くことになる。この状況の中で活躍し、1094年頃までに、イラン方面のイスマーイール派で頭角を表したのが、アラムト状態を本拠としたハサニ・サッバーフである。ハサニ・サバーフは年に、 エジプトから帰還して、イラン各地を旅し、1085年頃から、ダイラムで活動を始めた。1090年には、アラムート城塞を奪取。イスマーイール派は、イラン各地に、ダーイを派遣してアラムート同様に、山岳城塞を中心とした、防備の課い警告など、自治的領域を形成するという手法によって、セルジューク町に対抗した。このような領域は、 イラン北部、アルボルズ山中やイラン南部フーゼスターンからファールスに、かけてのザーグロス山中、そして、ホラーサン東部のクーヘスターンなどの地域内各所に、形成された。また、セルジューク朝支配下の地域でも、イスマイル派の村は点在し、都市においても、イスマイル派信徒は存在した。彼らはシーア派のタキーヤの伝統に従い、 表向きすんなハシントとして振る舞う一方を、イスマイール派であることを明らかにして戦う、諸地域への援助を行っていた。この戦略は、強大な軍事力を持つ一方で、各都市統治者ごとの文献傾向が強い、セルジューク長に対して、非常に有効に機能した。こうしてイスマイール派は、イラン高原に、自治領域を貫いて、政治勢力を形成することに成功する。 イスマーイル派は同時にフィダンアイーによる暗殺という手段を用いての敵対有力者の排除も辞さなかった。このためスンマ派の立場を重視する住民の間では打滑のごとく忌み嫌われることになった。暗殺教団の言説における様々な伝説の素地はここにある。広大資料では、 この時期の暗殺はすべてイスマーイール派及びイニザール派に結びつけられる傾向があるが事実として明らかになっているわけではない。また暗殺者の動機づけのための大麻使用についてはアラビア語、ペルシア語などのスンナ派側の敵対的広大資料でも言及されておらず事実とはできない。1 9 5年のファーティマ朝におけるイマームイコールカリフィをめぐる争いで ハサにサッパーフをはじめイラン方面のイスマイール派は、ニザールを支持した。この要因を破産のエジプト滞在時に、当時の最小バドルア、イコールジャマーと確執を生じたため、と説明することもあるが、これは伝承の息を出ず、実情としてのニザール支持の背景は、必ずしも明らかではない。しかし、イラン地域の現地ダーアワは、 セルジューク朝との激しい対立関係の中で苦闘し、独自に確固たる地方を築いてきた。さらに、セルジューク朝との対立関係の背景には、地元民の反デュルクの傾向もあった。こうしたイラン現地のダーイーたちが、カイロのダーワに対する発言力を強め、ここに至って独立ダーワを施行したとする説明も可能である。 彼らはエジプトでのニザール支持派の早期の衰退に対し、イラン方面でアラムートを中心に長期にわたる政権を築くことになる。ニザール派政権の確立ファーティマ朝との関係を絶った、後、ハサニサバーフは、イラン各地のイスマイル派をアラムートを中心とする組織として整備する一方を、 ダッシュあるいは新設した城塞の維持と領域の拡大、シャリーヤの厳格な思考に努めた。セルジューク町の中心地の一つ、イスファハーン周辺では、アフマドイブン・アッターシュが1100年、ゲルドクーフ城塞を落とし、アラムート周辺では1102年、ハイカのブズルグーミードが、アラムートの西方にある、ランバサル城塞を落としてアラムート地域の防衛を強化。クーヒスターンでも、 強制の拡大により、アラムト周辺に次ぐニザール派の拠点としての位置を確たるものとした。また1100年前後から、ハサニサバーフはシリアにも大意を派遣している。しかしマリクシャー没後のセルジューク朝の混乱は1104年には一段落し、1106年のバルキアールクの没後イラン方面のセルジューク朝権力は、ムハンマドタパルに集約されることになった。 ムハンマド・タパルはニザール派の一層を起して反抗に転じた。1107年にシャーディズ城塞が陥落、他にもザーグロス山脈方面でいくつかの城塞が陥落した。またアラムート近辺のガズビーンの町でも争奪が繰り返されている。1115年頃からはセルジューク長軍による大規模なアラムート城塞包囲戦が行われたが、1118年の ムハンマドタパルの死去によって、包囲軍は、画イアラムーとは窮地を脱した。こうして、ハサニサバーフは、マリク・シャー、バルキア・ルク、ムハンマドタパルの三代にわたるセルジュー区長の包囲を、ことごとく知り添けたことで名声を博し、名実ともにニザール派、第一の指導者として認められることになるが、イランでのニザール派の拡大も1110年前後には、 限界に達し、以降セルジューク長との攻防は、一進一退を繰り返す膠着状態となった。ハサニサッバーフは1124年6月に没した。ハサニサッバーフは、イマームのフッジャとしてニザール派を指導したとされる。フッジャとは、アラビア語でシーア派の文脈では、証を意味する。ニザール派がイマームとするニザールは1098年までに、カイロで没しているが、 ニザール派では変わるイマームを立てることをせず、ニザールは行方不明ないし、隠れの状態に入ったものとして扱い、ハサニサッバーフはフッジャ、すなわち、イマームという一位を通じることのできるイマームの代理者であるとしたのである。実際、ニザール派中造家兵は12世紀後半に至るまで、ニザールのイマーム名アルムスタファの名が刻まれている。同時に、ハサニサバーフは、 アラムートに古今の図書を集めた図書館を設置、以降アラムートの落城まで多くの学者を引きつけた。ハサニサバーフの後を継いだのが、ランバサル城塞を治めるブズルグーミードら4人のダーイーであった。ブズルグーミードは徐々に他を圧倒し、1138年の島で単独の支配を確立した。ブズルグーミードは、ハサニサバーフの施策を継承し、 セルジューク朝との一死日退を維持した。1129年には、スルタンマフムードから停戦が提案されたがこれを拒絶。また1131年には、アリー朝のザイドハイマーム、アブーハーシム・ジュルジャーニーを捕らえて処刑している。1135年のアッパース朝、カリフ・ムスタルシドの暗殺に関与したと申される。1138年2月9日、 ブズルグーミードは没し息子ムハンマドが後を継いだ。以降、アラムートの指導者は代々ブズルグーミードの子孫が継承する。第三代、フジジャとなるヌールディーンムハンマドの時代には、アラムートによるニザール派全体の統治が、ほぼ確立され、ニザール派領域は、安定した。この頃までには、バダフシャーンのイスマーイール派もアラムートの下に入った、模様である。 各地の大ーイーは、アラムートの指示に完全に服従することになるが、一方で重大な事態が発生しない限り、その自治性は認められた。20年強にわたってニザール派を率いた、ムハンマド一世は1162年2月21日に、没死、息子ハサンズイクリヒッサラームが後を継いだ。キアーマの宣言による、急進化派さん2世の統治は4年弱と短かったが、 ニザール派の歴史の中でも、非常に重要な時代である。アラムートの指導者は、ハサン2世に至るまでニザール派の主席、ダーイーかつ、ニザールのフッジャー、すなわち代理人としてニザール派を率いてきたが、1164年8月ハサン2世は、キアーマを宣言したのである。イスマーイール派における、キアーマとは、イマームのカーイムとしての再臨のことであり、 その日シャリーヤは廃棄される。ハサン2世はこれに従って、シャリーヤを廃棄、しかも、自らが、ニザールの子孫であり、イマームであると示唆したのである。シャリーヤの廃棄は通常イスラームの枠外に出ることを意味するが、ニザール派はハサン2世に従って、この主張を完全に受け入れた。ただし実際のニザール派の活動においては、強情的なシャリーヤ実践が改められたものの、 大敗的な乱脈に陥ったという資料の報告はない。1169年1月9日、ハサン2世は保守派の議定に殺害された。しかし、後を継いだ息子のヌールアッディーン・ムハンマド2世もハサン2世の施策を受け継いだ。ムハンマド2世は、アラムートの指導者は、イマームとして、ニザール派の前に立ち、ハサン二世の教義の洗練に力を注いだ。 すなわち父サン二世はニザールの子孫であると論じたのである。彼の40年強の統治は安定し、セルジューク朝の統一権力も完全に瓦解した、この時代、周辺諸勢力との関係においても比較的平和であった。シリアのニザール派が全盛期を迎えるのもこの時代である。 ムハンマド2世は1210年9月1日に没し、ジャラール・アッティンハ・ハサンすなわち、ハサン3世が後を継いだ。ホラズムシャー長とスンナ・ハク・ハサン3世の時代は、激動の時代であった。父ムハンマド2世の晩年は、ホラズムシャー長の拡大期にあたり、ホラズムシャー長の援助を受けたアッバース朝の束の間の復興期でもあった。このような状況下にあって世は、 ソフハさん2世によるキヤーマの協議を廃止し、さらにスンナハウラーマーを招兵し、スンナハシャリーヤの実践を命じた。すなわちニザール派としての独自性だけでなく、シーア派イスマーイル派としての立場さえ捨て去ったのである。セルジュークは最高耐えてなかった、強大な軍事力を背景とした、ホラズム社長の圧力は、非常に強いもので、ニザール派は、 従来の徹底的対立関係を維持することはできず、最低限政治的権力としての独立性を維持するためにホラズム社長などとも、ぜぜひひの外交関係を結んで孤立的状況を脱するために取った政策であったと考えられている。ハサン三世はこの政策に基づき1211年、アッパース朝とアヘイを結び、ニザール派領域の統治権をアッパース朝カリフ。 ナーシルの名において認められた。これは鳥も直さずホラズムシャ長による認知という意味も持った。ニザール派はこの政策を困難な状況下におけるタキーヤと解釈して方針を受け入れ、ニザール派領域はその安全を確保したのである。そうしているデニズワサのアタベグズベグとの同盟によって若干の勢力拡大をしている。 1221年11月破産三3世は母子、息子、アラーウッディーン・ムハンマドが後を継いだ。この時、ムハンマド3世は9歳で、父の進化たちによって政務が代行され、スンナ墓政策は継続された。1230年には、ホラズムシャーの統治者の名によって、言葉を読むように、ホラズムシャー朝から養成されている。しかし、 ムハンマド3世が政務を取るようになると、スンナハシャリアの実践は徐々に弱められるようになった。これは、ムハンマド3世の個性とも、1231年以降の、ホラズムシャ朝の急速な弱体化に伴う、再度の独立傾向とも考えられる。ニザール派はこの時点で、ホラズムシャ朝と敵対するアバース朝及び、モンゴル帝国と通行関係を結び、 権力空白に乗じて、再び拡大に転じた。さらに、インドへのニザール派選挙に成功している。また文化的繁栄も見た。ナスイール・ディーン・トゥースイーなど多くの学者が、ニザール派領域を訪れ、ハサニサバーフの残した図書館を利用し、研究を行った。しかし、ムハンマド3世の晩年には迫り来る、モンゴル帝国との対立を弱気して、 交戦体制に入り、おそらくはこれにも関連した相続争いが起こってしまう。結局1255年12月1日、ムハンマド3世が没すると、当初の後継者候補で、長男、ルクヌッディーン・フルシャーが後を継ぐ。ルクヌッディーン・フルシャーは、最後のアラムートの支配者である。アラムート政権の終焉、アラムートに牢上するニザール派と攻撃するモンゴル軍。 すでにニザール派東方領域では、モンゴル帝国軍の攻撃にさらされていたが、1256年4月には、徐々に精神していたフレグ率いる大軍がイランに入り、ニザール派所拠点の攻撃を開始した。ルクヌッディン・フルシャーは、モンゴル軍によるニザール派壊滅を望む、スンナ派所勢力の怪獣を通じて、モンゴル軍による攻撃を避けようとして、交渉に入る。 しかしながら、その複雑な対立関係により交渉は失敗。フレグからはイマーム及びニザール派のモンゴルへの完全服従という無条件降伏を求める、最後通帳を受け取ることになる。これをめぐってニザール派が紛糾する間、モンゴル軍はアラムート周辺に対する攻撃を開始し、当時ルクヌディーンの滞在していたマイムーン城塞を集中的に攻め上げた。 マイムーン城塞は、アラムと城塞に比べ防備が薄く、11月8日、フレグ自身の指揮による総攻撃が始まり、数日のうちに降伏を余儀なくされた。11月19日には、ルクヌッディーンが城を出た。モンゴル軍は、ルクヌッディーンを丁重に扱い、残る諸城塞に対し降伏を明示させた。これに従って、諸城塞は次々に降伏したが、 アラムート城塞は12月、ランバサル城塞は1257年まで持ちこたえ、さらに1270年頃まで抵抗した城塞もある。しかし、大勢としては諸城塞の降伏によって、約150年にわたるニザール派独立政権は、ルクヌッディーンの降伏によって滅亡したと言える。1257年3月9日、ルクヌッディーンは、 王冠門家に越見するためからコルムへ旅立った。しかし抵抗を続ける城塞の存在を理由に、越見は叶わず、その木との1257年春、モンゴル高原、半外山脈付近で殺害され、ニザール派はイマームを失うことになる。また諸城塞もモンゴル軍によって、次々に破却され、アラムートの大図書館も失われた。 1 9 9 5年のニザールとムスターリーによるファーティマ朝、イコールイスマーイール派の指導権争いで、シリアのイスマーイール派の大部分、特に、ダマスカス、アレッポなどのイスマーイール派はことごとく、ムスターリーにつき、ニザール支持派は、ハマー北部など、シリア中部の山岳地帯を中心に動く少数を、要するに過ぎず、小さなコミュニティに分かれた、軍昇勢力に過ぎなかった。 しかし1100年頃から、ハサニサッバーフによってアラムートからシリアに、ダーイーが派遣されるようになり、シリアにおけるニザール派の再組織化が急速に進み、ムスターリー派と争うようになる。しかし、シリアの政治状況において、有力な一勢力となるには、以降半世紀を必要とした。この頃にはシリアにおけるファーティマ朝の彗星は明らかになっており、 シリアセルジュー区長及び、キカの諸政権、十字軍などが混在する非常に複雑な状況になっていた。ニザール派は、この混乱を背景に、ハマー北部から徐々に勢力を伸ばそうとするが、イランにおけるのと同様に、要塞ダッシュを試みて、たびたび失敗している。1126年には、ダマスカスのブーリー町初代、トゥグテ議員は、 ブーリー・朝サ地域内におけるイスマーイール派を公認し、十字軍との前線たるバーニアース城塞を与えている。しかし、トゥグテ議員を継いだブーリーは反イスマーイール派に転じ、ダマスカスにおける反イスマーイール派暴動に加担した。ニザール派はダマスカスから一掃されて弱体化し、バーニアース城塞も十字軍の手に渡る。これ以降ニザール派はその拠点を ハマーの西、ジャバル・バフラーに移す。1130年代にはこの区域で、いくつかの城塞を購入内し獲得。1140年には、以降の拠点となる、マスヤーフ城塞を得た。シリアのニザール派は、アラムートから派遣されるダー位によって指導された。その中で最も有名なのが、ラシード・ウディーン・スイナーンで、1165年頃から、 シリアのニザール派を指導している。この時期はアラムートでのハサン2世の統治期にあたり、シリアでもハサン2世のキヤーマ宣言は受け入れられている。スイナーンはフィーダーアイーを組織化し、戦闘に導入、さらに暗殺も行わせた。トリポリハクレーモン2世やモイフェラート皇コンラート一世もその犠牲者と言われる。ヨーロッパにおける暗殺教団伝説の 山の老人は、スイナーンが直接のモデルである。スイナーンは、ザンギー朝や十字軍、さらにサラーフッディンなどの諸勢力の間で同盟と、対立を巧みに利用し、ニザール派勢力を拡大した。また、アラムートに対し独立の傾向を示したが、1192年、頃に、スイナーンが没すると、シリアのニザール派も再び、アラムートに、 絶対服従へ立ち戻りつつ、シリアの複雑な情勢を生き延びていった。イランのニザール派政権がモンゴル帝国によって崩壊すると、シリアのニザール派もモンゴルの圧力を受け、さらに加えてマムルーク朝の圧力も受けるようになる。1273年には、最後の城塞がマムルーク朝のバイバルスに降伏した。シリアのニザール派は、 マムルークアサへの服従を条件に信仰を許され、ジズヤを支払って、コミュニティを維持した。周辺のヌサイリー派との争いを続けながら、マムルークアサ、オスマン朝の時代を生きた。シリアのニザール派は大部分、ムハンマド・シャー派であったが、19世紀までに、イマームの存在が確認されなくなると、インドへ施設を派遣して、イマーム探しを行うものの果たせず、一部は、 カーシムシャー派のアーガーハーンをイマームとすることになった。現在でも、カーシムシャー派として約3万人、ムハンマドシャー派として約1万5千人がシリアに残っている。その後のイランと各地のニザール派モンゴル帝国による、ニザール派国家の滅亡は、イランのニザール派を苦境に陥れた。アラムート周辺以外の城塞も次々に陥落ないし、 降伏し、散在するニザール派の村々の多くは資産、あるいはスンナ派への回収を余儀なくされ、可能なものは、インドやバダフシャーンのニザール派コミュニティのもとへと、旅立ったのである。しかし、イルハン朝統治かタキーアによりニザール派進行を、取得し、スンナ派を装う者も,も少なくなかった。アラムートのイマームイは、ルクンアッティンフルシャーが、モンゴル高原に没した後、密かに、 幼い息子、シャムスワッディーン・ムハンマドが継いだ。1275年頃にニザール派は、アラムーと、ごく一時的に奪還した。シャムスワッディーン・ムハンマドは、タブリーズ周辺のアゼルバイジャン地方に身を隠し1310年頃に没している。中心チーランのニザール派は、政権としては崩壊したが、ニザール派だわは生き延び、ダイラムや、 クーヒスターンにおいては独自の勢力を築くこともあった。中央アジア山岳地方バダフシャーンのニザールハコミュニティは、ミールやピールといった称号の統治者のもとで、ティムール町やシャイバーン町の圧力に耐えて19世紀末まで、ショグナーンを中心に地方政権を維持、他にもニーシャープール、フンザ、ギルギットなどに生活を営んだ。 インド方面のニザール派もこの頃の詳細はほとんどわからないもののピールの指導のもとコミュニティを維持し、当初のムルターンを中心とするスインドカラグジャラート、デカン、デリー方面に拡大しつつあった。こうした中で、アゼルバイジャンのイマームイは、系統もはっきりせず、数代のうちに、カンシムシャー派とムハンマドシャー派の2杯に分かれている。 ムハンマド・シャーハイマームは18世紀末に姿を消すが、カンシュム・シャーハはその初期の動向は、はっきりしないものの、現在のアーガー・ハーンに至るまで、イマームイを継承した。彼らは、タキーヤを実践し、中にイマーム派やスンナ派のスーフィーの、シャイフを装い、この時期以降、競技や伝承の面でスーフィー・タリーカの著しい影響を受けることになる。 彼らの活動は14世紀半ば頃から、再び資料に現れてくる。ムハンマド・シャーハ1375年頃、ムハンマド・シャーハのイマーム・フダーワンド・ムハンマドが現れ、ダイラムを中心に活動した。おそらくは、アラムと周辺のダイラムでは、政権滅亡後も、ニザール派勢力は活動しており、ザイド派のアリー朝と争っていたものと思われる。フダワンド・ムハンマドは、 サイドハーリー町のサイドアリーキアーに退けられて、ティムール町に逃れ、スルターニーアに軟禁された。彼の家系は早くとも1489年まで、スルターニーアにあった。同時期もダイラムでのニザール派の活動は、継続されているが、サファビー町中期頃までにほとんど、姿を消す。1507年には、ムハンマドシャーケイマームシャーラーズイ・アッディーンが、 バダフシャーンに現れ勢力を確立している。そのことも思われるムハンマドシャー系で最も有名な16世紀初のイマーム、シャーターヒルフサイニーは当初サファビー朝に仕えたが、シャーイスマーイール一世の疑いを受けて、イランから追放され、デカンへ赴もむいた。デカンのアフマドナガルでは、地元のニザームシャーヒーアサブルハーンニザームシャーに仕え、12、 イマーム派法学やスーフィズムの解説書を表して、学者として名を残す一方で、政治家としても活躍した。ニザームシャー長の十二イマーム派への改修は彼によるものと言われている。子孫は後にアウランガーバードに移った。バダフシャーンでのムハンマドシャー系イマームとしては1660年、コロフダーイバフシュが記録されており、インドにおいては1796年。 アミール・ムハンマド・バーキルが記録に残るムハンマド・シャーハの最後のイマームである。カーシム・シャーハ一方のカーシム・シャーハが姿を表すのは15世紀半ば頃からである。カーシム・シャーハは一方で、ニアマット・ラー教団に属するスーフィーのタリーカとして活動した。カーシム・シャーハは、イラン中央部のアンジェダーイに外来のスーフィーシャイフとして姿を表し、 ムスタンスイル・ビッラー二世を名乗るイマームのもと、サファビー朝と十二イマーム派、スーフィー・タリーカの援助を受けて、勢力を拡大した。これを、現在のニザール派は、アンジェダーンの復活と呼んでいる。アンジェダーンのイマームたちは、シーア化するイランの混乱に乗じて十二イマーム派の名の、下でニザール派の勢力を拡大するほか、従来のニザール派の再統合に努めた。前述の通り、 中央、アジアやインドなど、各コミュニティは、イマームの代理者として、ピールを称する地元有力者が独自に活動を続けていた。イマームは各コミュニティに、ダーイーを派遣、あるいは自らの著書を配布した。インドのサトパンスイーのように、イランのイマームの権威を拒否したニザール派もいたが、この時代にニザール派は再びイマームの下に統合が、成し遂げられてゆく。 アンジェダーン・シャフレ・バーバク・マハラと、ヤズドゴム関連地図しかしながら、サファビー朝と十二イマーム派でもそのシャリーアや競技を厳格に解釈する人々もおり、ニザール派としての活動の幅は狭まることになった。前述のシャーター・ヒルの追放はその現れと言えよう。1574年には、第36代イマーム、ムラード・ミールザーが、シャーター・フマースプに処刑され、 タキーヤにより十二イマームハスーフィーの装いで生き延びていった。第四十代イマームシャーニザールの時、アンジェダーンからマハラト周辺の村に移った。さらに世紀半ばには、アフガーンの侵入とサファビー町滅亡後の混乱の中、インドのコミュニティに近い乱東部ケルマーンのシャフレ、バーバクに移動している。彼らは混乱する情勢を利用して、ケルマーンで勢力を拡大した。 第44代イマーム、サイード・アブル・ハサン・カハキーは1756年、ザンド・アサノ・カリーム、ハーン・ザンドにより、ケルマハンのワーリーに任じられた。1792年に、アブル・ハサンが没死、シャー・ハリー・ル・アラーが継承、ヤズドへ移った。1817年に、ハリー・ル・アラーが群衆に殺されると、ハサン・アリー・シャーが継承した。ハサン・アリー・シャーは、 ガージャール朝のファトフアリーシャーによって、ゴム大主に任じられ、マハラトに領地を与えられた。さらにファトフアリーシャーの娘と結婚、アーガーハーンの称号も与えられている。モハンマドシャーの時代には、ケルマーン大主に転ずるが、やがて確執を生じ、1841年イランを出て、1848年ムンバイへと移った。 ハサガリーシャーすなわちアーガーハーン一世は、イギリスの権威と裁定を背景に、地元ニザールハコミュニティたる、ホージャー派における、イマームの地位を取り戻すことに尽力し、大きな影響力を獲得して1881年に、亡くなった。息子、アーガーハーン二世の短い在位の後、1885年、その子、アーガーハーン三世が立つ。 アーガーハーン3世は72年にわたるイマームイにおいて世界各地のイスマーイール派の再結集を行う一方イスラーム改革派の政治家思想家として卓越した業績を残した議会制の標榜イスラームにおける女性の人権についての再解釈教育などの社会福祉向上を目的として活動してヨーロッパの上流階級ともたびたび交流し 天下の称号で呼ばれた。1957年、アーガーハーン3世が没し孫のアーガーハーン4世が後を継いだ。彼も、祖父の方針を維持して、パリを中心とする、アーガーハーン開発財団、アーガーカーンデベロップメントネットワークを組織、パキスタン・アフガニスタンなど、第三世界各国で、社会福祉活動を行っている。また、アフガニスタンのイスマー・イルハは、 様々な形でアフガニスタン内戦におけるアクターとして活動した。現在にザール・ハシントは、インド、パキスタンを中心に、アフガニスタン、中国、タジキスタンなど中央アジアインド方面、タンザニアを中心とする東、アフリカ、ミャンマーを中心とする東南アジア方面、そして欧米に数百万人を数える。 ハサニサッパーフキアーブズルグーミードヌールディーン、ムハンマドイブンブズルグーミード、ハサンズイクリヒッサラームヌール、アッディンムハンマドジャラールアッディーンハサンアラウディーン、ムハンマドルクヌディーンフルシャー。ありがとうございます。